はい、では、鈴木さんよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、今回ちょっと、まあ、サムネにも出してるんですけれども、木村フィリップミノル選手ですね、今年の2月に、ボクシング転向をこう正式にこう表明したというか、うん、そういったところがあって、鈴木さんは、ご自分のチャンネルでも、この転向でうまくいくかどうかっていうお話をされていたので、ぜひ、私のチャンネルの方でも、お話聞いてみたいなと思ってるんですけれども、まあ、鈴木さんは、簡単に説明しますと、日本の、ミドル級の日本チャンピオンで、9回防衛されてると。あとはその、キックボクシングの方にも、転向して、シュートボクシングではもう王者になってるということで、キックにとっても、ボクシングにとっても専門家ということで、その辺のお話聞いていきたいんですけれども。はい、よろしくお願いします。これも結論から聞きたいんですけど、もう転向すると、まあ、確定したわけですから、これ、木村さんどこまでこう、行くっていうふうに思ってますか？結論から行きましょう。そうですね。もちろん、A 級ボクサー、まあ、日本タイトルに挑戦するぐらいまでは、ポポンといけると思うんですよ、ランキング入って。はい。そこからですよね、日本タイトル、取れるか取れないかって言われたら、どっちだろうなっていう、でも、ポテンシャルは全然あると思うんですよ。なので、そのトライしてほしいなって、そこを超えられれば、もう世界一気にね、見えちゃうんで、はい。まあ、でも、ボクシングの技術云々は、これからボクシングのトレーニングを重ねていってつけていく、身につけていく、もう、ま、ほぼほぼ新しい技術だと思っていいんですよ。私がやっぱりキックボクシングの時にそうだったように、はい。はい。もう、ほぼほぼパンチに自信がいくらあってもっていうところはあるので、で、K1 でね、世界で戦ってこられた実績があるじゃないですか。はい。そこってすごくやっぱ大きいと思うんですよね。外国人相手に戦ったりとかしてきた実績があるから、それをもうそのメンタリティの部分だとか、なんかこう、そうですね、気持ちの部分ですね、はい、をボクシングに生かしていけて、で、あとはボクシング技術を新たに身につけていくっていうことをやらなければいけないと思っていて、パンチ、今パンチに自信ある、パンチ自慢だからって言ってね、ボクシング行って通用するものは絶対ないので、そこは気をつけてほしいですね。いや、まあ、さっきの結論からっていうところで言うと、まあ、日本タイトル取るか取らないかまでは、まあ、いけるだろうというふうなお話ですよね。うんうん、ただ、普通に考えると、まあ、木村さんは階級的には、まあ、軽くてもウェルターで、まあ、スーパーウェルターじゃないかと思われるんですけど、その、やはり、非常に外国人の層が厚い階級じゃないですか。はい。はい、特にウェルター級だと、まだ、日本人でウェルター級で世界王者になった人、まだ一人もいないっていうふうな階級ですよね。スーパーウェルターだと、和島さんとかが有名な方だと。スーパーウェルターですね、はい。はい、なってるんですけど、まあでも体格的に、その木村さんって170とか172センチとか、それぐらいですよね。そうですね、そうですけど、やっぱ体はね、大きかったですね、お会いした時、うん、なんかモリモリしてましたね、お会いしたことありますね。実際生で見て、こう、通用しそうな感じを受けたってことですよね。あ、まあ、その、なんていうんですか、フィジカル面というか、そういう部分では、うん、はい、日本人離れはしてますよね、明らかに。そう、まあ、ただその、今話をしたように、こう、世界に、で活躍するかって言うとやっぱ厳しいんじゃないかっていう意見もやっぱ多いんですけど、その辺はどうなんでしょう、その、まあ、今後の、何がその木村さんにとって壁になっていくのかって話を具体的にちょっとしていきたいんですけど、まあ、例えば28歳というご年齢なのか、それともそのさっき話した技術的なところなのか、今私が言ったような選手層とか、まあ、それ以外の部分もあると思うんですけど、何が一番木村さんにとって、こう、ボクシング転向でこう壁になってくると思いますか？そうですね、今、まあ、おっしゃったので一つ一つ、まあ、紐解いても、まず年齢、28歳という年齢は全然遅くはないと思います、はい、というのはもうキックボクシングでの実績がもうあるから、はいはい、そこでもうリングに立て戦ってくる、来たっていう実績があるので、年齢的には全然まだまだトライできるものだと思います、はい、で、体格のお話でしたっけ今、まあ、体格の話もね、そうですね、部分でも、全然さっきもお話したように、日本人離れした、はい、フィジカルは持ってらっしゃると思うので、そこも、まあ、いけると思います。世界レベルのんじゃないかなと思うんですけれども、はい、技術的なところですかね、なってくると本当にパンチがやっぱあるっていう、ハードパンチャーなイメージあるじゃないですか。ありますね。やはりそこってキックボクシングだからっていうならではっていう倒し方をしてるんですよね。ボクシングではないかなと思ってしまう部分があって、うん、そしてなんかそれとなんかハードパンチャーならではというかので、打たれ弱さが
目立ったりするじゃないですか、たまにポコッともらって顎もらってグラッと崩れますよね、はい、あの辺なんかを見てると、昔のジェロム・レバンナとか思い出すんですよね。なるほど、確かにすごいなんか、似てる感じがしますね、パンチャーですしね。そうなんですよ、はい、なので本当ジェロムな感じと、はい、木村さんと似てるなって思ってましたね。あ、なるほど。その美術的なお話でいうと、やっぱりキックボクシングだとどうしてもその意識が下に行ったりすることもありますから、そこでやっぱりパンチが当たりやすいっていうところがあるんですかね。本当にまさにその通りで、キックボクシング、また MMA とかだったらもっともっと幅広いディフェンスを考えていかなきゃいけないんですけれども、キックボクシングっていうだけでも、もう頭の先から本当つま先まで、まあ、急所以外は攻撃を許されているっていう競技なので、気を散らされるんですよね。分散されますね。で、そこで、パンチを当てる技術があった、そういう戦い方の中でパンチを当てる技術があるから倒せてるんですよ。で、それがこれをね、私那須川天心選手とかの話の中でも多分言ってるんですけれども、やっぱりキックが打てて、でそのキックが脅威になるから、パンチへの、意識が薄くなって、パンチが当てやすくなっているとかっていうのは、キックボクサーの戦い方の中でのもうある種セオリーみたいなところってあると思うので、はい、それに特化してパンチが当てるのが上手だったってことになっちゃうんですよね。なので本当純粋なボクシングっていう中でのパンチの打ち合いっていう中での、なんかそのパンチ自慢ではないなってことなんですよね。なるほど。ただどうでしょう、パンチ力自体はやっぱり、まあ、あるのは間違いないと思うんですが、その辺に関してはどう思いますか。そうですね、なんて言ったらいいでしょう、すごいパワー系なパンチを打つので、でなんかだからダメってこと全然ないですよ。本当に大振り大振り大振り、すごい左右のフックが大きいフック振るイメージがすごく木村選手あるんですけれども、はいはい、あれがボクシングに通用しないってわけではないんですよ。あれをうまく使ってちゃんと自分のポジショニングとかができて、でパンチを振り回せるシチュエーションを作るっていうことができればいいんですよね。そのシチュエーションを意外とそのキックボクサーって気がついてないのかもしれないですけど、ローキックだったミドルキックだったから膝とか足とかでそのシチュエーションを作ってやってる場合とかがあるんですよ。なのでそれがなくなっちゃうと途端にパンチが当たんなくなるとかね、あるんで、やっぱりその、パンチだけの技術だとやっぱ当たんないよっていうのがあり得るってことですよね。ありえますね。以前のお話、武井良樹選手も同じようにフックがすごく多い選手だと思っていて、振って振って K1 の時なんかも倒してるの、あでもすごい、でも当て方上手だなと思ってたんですけれども、で、ボクシング転向されてから、KO 勝ち、連続 KO 勝ちするじゃないですか、はいはい、上手にボクシングに順応したなと思ったら、彼ってボクシング経験があったんですね。アマチュアの方で上がったんですね。そうみたいだったです。だからうまく順応できたのかなと思う部分もあるので、木村選手がね、本当にどの程度ボクシングを覚えられるかっていうのが肝になってくると思うんですけれどもね。なるほど。選手層のところでは、まあ、やっぱりこう日本を超えて世界に行ってくると、やっぱすごい壁が高いよって話を私はちょっとしたんですけれども、ちょっと逆に木村さんにとっていい条件のお話で言うと、私本人から聞いたことあるんですけど、渡辺明憲選手っていうボクサー、東洋太平洋王者で日本王者のウェルター級の人なんですけど、はい、密着ドキュメンタリーを取材をさせてもらったことがあって、その時は本人から聞いたんですけど、うん、なんか所属してる門指ジムで木村フィリップミノルさんとスパーリングしたことあるみたいなんですよ。ほうほうほう。はい。そしたらなんか自分で言ってましたけど、最初ダウン食らっちまったっていう話をしてて、はい、それでもう頭に来て殴り倒したっていう話をしてた。だからやっぱちゃんとしたボクサーとスパーやってもこうダウン取る技術はあるんだなっていうふうな知識としてこう聞いてはいたので、その辺聞くと結構やっぱ期待できるんじゃないかなとも思ったりもするんですけど、こう今の話聞いてどう思います。そうですね、やっぱ倒す力はあると思うんですよ。もちろんパンチ力っていう部分ですね。で、まあねえ、秋部選手ね、渡辺選手ね、もう彼も当たったもん勝ちのボクシングするんですよ。なので想像しただけで、その木村選手とのスパーリング想像しただけで、
ああんな感じなんだろうなみたいな。もうバチン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 ってそうです。フックフックフックでもうなんかフック交錯して先に木村選手が当たったみたいな感じなのかなっていう想像しちゃうんですけれども、まあわかんないですけどもね。技術的ではなくなんかこう交通事故みたいな感じだったそうです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 。でそこからちょっとねグッと気を締めて、やべえやべえと交通事故もらっちゃったからちょっとじゃあと気取り直してやろうかなみたいな感じで、またしっかりとダウン取り返したとかもねぶっ倒したっていうのは、うんうん、まあなめてたわけじゃないんでしょうけど、うんうん、もう最初から飲んでやろうじゃないですけど、うん、その気持ちで、はい、渡辺さんも行って、うん、でね、相打ちかなんか多分ガツンと工作したのもらって倒れたみたいな感じなんじゃないですかね。わかんないです、適当ですけどね。でも、まあ、多分そういう映像は見えるかなっていうですよね。私ちらっと映像を見させてもらったことあるんですけど、なんかまあそんな感じです。あ、そうですか。確かにやっぱそうでしょ。そんな感じ。はい、もうあの二人なんで。あともう一つすみません、木村さんについてお伺いしていきたいんですけど、これ使うかどうかわかんないんですけど、木村さん、木村フィリップ実さんってドーピング疑惑が正直言って出てると思うんですけど、その辺については正直どう思いますか。いや、私は知ってないと思いますね。なんか、それは何か根拠。特にドーピングしちゃうと結構筋肉のつき方にドーピングしてるやつのあれっていうのが出るらしいですよね。その何て言うんですか、個性というか。なんか私は聞いたところだと肩の筋肉の僧帽筋がすごいつくみたいな話を聞いたことあるんですよ。そうですそうですそうです、僧帽筋がすごく肥大するって言われるんですけど、木村選手ってそんなに僧帽筋大きくないですよね。どっちかといえば三角筋、肩が丸いイメージ、はい、背中がでかいですね。そうですね、多分ドーピングではないと思うんですけれどもね。つき方もなんかそれこそ、彼はブラジルでしたっけ。そう、日系ブラジル人ですね、はい、そうですよね。その血なる感じがもろするんですけどね。なるほど、うんうん、なのでドーピングはしてないんじゃないかなと思いますけどね、うん、ただその日本の格闘技界の現状ですと、まあ、K1 はやってないっていうところと、あとあれですよね、日本タイトルマッチでもドーピング検査しないですよね。ドーピング検査はね、やってないところは多いと思いますよ、本当に、うん、日本タイトルマッチ、私もドーピング検査したことないですもん。これが、うん、世界の方になってくると、やっぱり、まあ、毎回するみたいな話なんですね。うん、そうですね、ちゃんと世界の団体はやっていますね。まあ、ただ、あれですね、鈴木さんの判断としては、体格的な意味からドーピングはしてないんじゃないかなっていうふうに思ってるってことですよね。なんかつき方、筋肉のつき方ですかね、うん、ではしてないんじゃないかなと思いますし、はい、最後にちょっとこれだけ伺いたいんですけど、鈴木さんは、ボクシングからキックに転向して、その頃って結構ボクシングからキックに転向する人多かったと思うんですけど、今その逆じゃないですか。これはなんでそういった現象が起きてるのかなっていうふうに思うんですけど、はい、どう思いますか。ボクシングからキック、なんでなんですかね。私はその正確なことは言えないですけれども、やっぱり井上尚弥選手がボクシングを盛り上げてるっていうのも一つ、村田亮太選手がね、やっぱ日本人でミドル級でチャンピオンになったとか、ちょっと快挙みたいなことがボクシング界でもここのとこ続いちゃってるのかなって思う部分と、あとその昔よりもその世界の主要4団体に日本が加盟して、はい、日本人の世界チャンピオンって今はやっぱ多くなりましたよね、いろんな団体になるから。そうです。で、4団体統一とかをね、できちゃうかもしれないみたいな可能性があったりとか、ね、まあ、そうでないにしても、なんか階級変えて 2階級制覇のチャンピオンとか多くなってきてるじゃないですか。はい、そういう部分でもなんかこう、ちょっと、キックボクシングとか、まあ、今、キックボクシングはやっぱり、MMA もそうか、MMA も盛り上がってますね。盛り上がってますけれども、そういう選手たちからしてちょっと魅力的に感じる部分って逆にあるのかもしれないですよね、ボクシングのそういう部分が。なんか多団体制覇とか、それこそやっぱりそういうふうに団体競技がしっかりしてるからそういうことってできるんですけれども、どうもキックとか MMA の団体っていうのはあまりしっかりしてらっしゃらないところがあるじゃないですか。まあ正直はい、うんうん、なのでなんか 変に分裂しちゃったりとかしちゃう、統一性のなさっていうのがあったりして、そういうところでボクシング その競技性とかその統一感に魅力じゃないですか、感じる選手って出てきてるんじゃないですかね。そのお金的な意味だとどうなんでしょうね。その競馬よりボクシングが儲かるんですかね、トップに行ったら。
本当にでも世界王者になって、で、防衛をね、できるくらいになってきて、やっと何千万何億っていうふうに稼げるものだと思うので、まあでも今、ね、多少というか私たちの時代で全然変わっちゃってるんで、その SNS の利用とかね、YouTube したりとかっていうのが、そうですね。ね、よって、もう収入、ボクシングだけの収入じゃない感じになってきているので、そこの辺もね、全然、違うと思うんですけれど。ファイトマネーっていうものだけで考えたら、本当にもうそうですよね。ちゃんと実績、その世界タイトルマッチ、世界王者になって、で、防衛を2回ぐらいするみたいなね、ところで、やっと自分のところに何千万何億って入ってくるっていう感じですかね。わかりました。じゃあ、いろいろちょっとお話を伺ったんですけれども、ぜひですね、木村みどるさんがボクシングでデビュー戦終わった後にですね、鈴木さんのチャンネルの方でも構いませんので、その感想ですとか、そういったところをぜひ公開していただければと思っておりますので。ぜひですね、やってみたいですね。まあ、楽しみですね。もう決まってるんでしたっけ、なんかそういうのって。全然何もでしたっけ。まそうだですね、所属変ジ更ムするっまてではだ発け。表されてないから何とも言えないと思いますけど、ちょっと先かもしれないそうですなんでね。すね。あいと、や、これ頑か張っら、てほしいです、本当。鈴木さんのチャンネルの方でも、ぜひですね、ボクシングで成功しそうなキックボクサー、例えば、那須川天心さんとか、武井良樹さんとかも入れて、どういった選手がいるのかってところをお話を伺っていきたいと思ってますんで、ぜひそちらの方も見ていただければと思います。よろしくお願いいたします。一旦ちょっと、じゃあ、こちらで締めさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。